ワシントンメトロシステムマップグリーンラインは、アメリカ合衆国メリーランド州、プリンスジオージエズ郡グリーンベルト駅から、ワシントン DC を経由し、プリンスジオージエズ郡ブランチアベニュー、駅までを結ぶワシントンメトロの路線である。ワシントンメトロシステムの高速輸送路線であり、コロンビア特別区と、米国メリーランド州、プリンスジョージズ郡の21の駅で構成されている。グリーンラインは、 ブランチアベニューからグリーンベルトまで走っている。これは当初建設されたメトロレール計画の最後の路線であり、ワシントン市を通る3つの南北路線の一つ。グリーンラインは L ・アンファンプラザからグリーンベルトまでのイエローラインと線路を共有している。以下はグリーンラインの開業及び延伸の年表であるメリーランド州プリンスジョージズ郡のネーラーロード駅1980年の トラブルと、ほぼキャンセル1981年1982年、アナコスティアターミナル公民権弁護士で、元フォード政権の閣僚であるウィリアム・ティ・コールマンは、資金調達の行き詰まりを打開するのを助けました。抗議と、ボイコット豊富なバスベイは、ステーションにサービスを提供したことがないの、プリンス・ジョージ軍のバスに対応するために、アナコスティアステーションに追加されました。 運賃の損失地下鉄、ウォーターフロント駅は、グリーンラインをめぐる建設論争の最中に、取り残されました。1993年12月11日に、オープンした、カレッジパーク駅受け負い業者の変更その他の、問題アルテメシア湖は、ホマータが、この場所で砂と砂利を採掘して、グリーンラインを建設した時に作成されました。路線の北端、グリーンベルト駅 W。 en テンプレートアタッチド KML グリーンラインウィキデータにある KML ありがとうございます。